皆さんお元気ですか？菅野直樹です。7月16日木曜日、今日はイエス様がくださったとっておきのプレゼントという題でお話をしたいと思います。使徒パウロは弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと言ったとあります。クリスチャンが神の国に入るには多くの苦しみを受ける。なぜか、クリスチャンはこの世に生きてますが、この世のものではないからです。死から命に移され、また愛に生きる存在とさせられました。愛に生きるっていうのは、人々からありがたがれてね、本当にありがとう、良い待遇をしてもらえると思ったら、そうではないことがあります。不思議と人々から憎まれ、苦しみに遭うってことがあるのです。ヨハネの手紙第1:3-14には、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。つまり死のうちにとどまっている人たちから痛い目に遭うことがあるんだ。その時、私たちより先にイエス様は愛したのに人々から苦しめられた、そのことを感謝したいと思うんですね。それは十字架です。その全生涯です。私たちは苦しみに遭う時に愛することをやめ、福音伝道を封印して隠れキリシタンのように世の中の人と同化することができます。なるほど、この世と人と同じように生きたら、同じように振る舞ったら、キリストのゆえの苦しみを受けなくて済むかもしれません。しかし、神からの祝福と喜びを、平安を受け損ねます。パウロは伝道したことで、この少し前の出来事を見ると、石打ちにあって死んでるんですよ。一度、使徒の働き14:19、ところがアンテオ家とイコニウムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にテルベへ向かった。使徒パウロには使命があったので、死んでも復活させられました。何事もなかったかのように立ち上がっていった。すごい力ですよね。神様は今も生きていて、私たちにそのような力、愛を与えてくださる、使命感をくださっている。苦しみはあるでしょう。しかし、その受ける苦しみを甘んじて受け止めたいものです。ピリピ 1:29 には、あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。苦しみをプレゼントされた、賜った。この世界は救われてない人には理解できないでしょう。しかし、救われた私たちには理解できるはずです。イエス様はこう言います。人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私たちのために死んでくださったイエス様を、仮にもね、隠れキリシタンのように知らないなどというようなことができるでしょうか。イエス様のゆえの苦しみ、それはプレゼントとして喜んで受け取って、たとえ苦しみにあっても人々を愛し、伝道し、生きていきたいものです。私の宝、聞いてください。苦しみは私の宝、主の教え知ったから、閉ざされて
最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。